どうもこんにちは、吉田です。ものづくり系動画は材料待ち状態なので、今日は小ネタです。コメントなどで使っているパソコンソフトを教えてほしいというのがあったので、愛用しているソフトを簡単に紹介したいと思います。ただ最近はフリーソフトはあまり使わなくなっています。ウェブサイトのツールで完結することも多いので、必要最低限って感じです。まずは画像縮小ソフトです。使用しているのは縮小革命です。ブログの運営用に自作したソフトです。フリーソフトで公開しています。有名な縮小専用っぽい操作画面にいろいろな機能を追加した感じですね。デジカメで撮影した写真を横幅400ピクセルに縮小してブログに貼り付けていました。最近は YouTube 動画ばっかりやってるので使用頻度は減っていますけど、ブログを毎日書いていた時は一番使っていたソフトです。いろいろと機能はありますが、よく言われるのが画像パクられ防止のために透かしを入れられるところですね。画像でも文字でも OK です。昔は結構便利だったんですが、最近はブログソフトのプラグインでもできるようになったので、使っている人はあまりいないかもしれないです。あとは EXIF が残せます。カメラの撮影データですね。 EXIF が消えてしまう画像処理ソフトが多いですが、縮小革命なら EXIF を残すことも消すこともできます。写真好きにはありがたい機能だと思います。誰も使っていない疑惑はありますが、画像の色合いを調整しながら変換できる機能もあります。まああまり使いやすいとは言い難いのでおすすめはしませんが、設定は最高で16個登録できるので、ワードに貼り付ける用とか、 Excel に貼り付ける用とか、 Web 用とか設定を保存できます。自分で言うのもなんですが、縮小革命が紙ツールである最大の理由がクリップボード変換です。クリップボード上の画像ファイルをワンクリックで直接変換できます。 JPEG ファイルだけではなく、クリップボード上の画像も変換できるので、画像編集ソフトのグラフとかプリントスクリーンの画像なんかも直接変換できます。特にプリントスクリーンを直接変換できるのはすごく便利です。クリップボード自動変換という機能もあります。クリップボードを常に監視して、画像がコピーされたら自動的に変換を実行します。たくさんの写真から縮小するファイルを選ぶときに、次々にコントロール C でコピーすれば変換できます。かなり便利です。縮小革命は僕のブログから無料でダウンロードできます。特に使用制限はないので好きに使ってください。もちろん商用利用も可です。概要欄にダウンロード先リンクを貼っておきます。画面キャプチャーソフトにはスクリーンプレッソというソフトの無料版を使っています。静止画も動画も両方いけます。プリントスクリーンボタンを押すと画面を切り取るツールが表示されます。全画面もできるし、任意の一部だけを切り取ることもできます。このソフトのいいところは、簡易的な画像編集ツールが内蔵されているところです。矢印や四角、丸、文字入れ、モザイクなどが簡単にできます。僕の場合はブログで何かの使い方を解説するときに、矢印を入れたり丸を入れたりして強調するのに使っていました。縮小革命のクリップボード自動変換機能をオンにしておけば、画像をコピーというボタンを押すだけで自動的に縮小処理もされるので、すごく便利です。丸や四角のカスタムデザインを登録しておけるのも便利です。画面のキャプチャーもできます。任意の形状やサイズで録画できるので結構便利です。欠点としてはフレームレートが 15fps しかないので、動画がカクカクします。僕の場合は YouTube でソフトの使い方を説明するときに使っていますが、画面操作なら 15fps でもギリギリ許容範囲ですね。ゲームの録画には使えないですが、使い勝手がいいので愛用しています。もっといいものがあれば教えてください。あとキャプチャーしたものをソフト上から管理できるのもいいですね。ドラッグ&ドロップで移動もできます。保存枚数も設定できるので、古いファイルは自動的に削除してくれます。動画キャプチャーしすぎてストレージが満タンになるという心配もないです。すごくおすすめです。圧縮解凍ソフトはキューブ ICE というのを使っています。昔はラプラスを使っていましたが、ブログのバックアップファイルを正常に解凍できないので乗り換えました。何十万ファイル、何十ギガバイトの圧縮ファイルはラプラスでは解凍できません。 Linux 系サーバーの圧縮ファイル TARGZ も怪しいです。ファイルを解凍するためだけに CentOS に移して解凍していました。キューブ ICE はラプラスに似せて作ったソフトで、使い方は全く一緒ですし、巨大な圧縮ファイルも正常に解凍できます。
欠点は DPI 設定の変更に対応していないです。 4K モニターで表示すると画面がものすごく小さいです。まあ解凍ソフトなので実用上の問題はないですけどね。ウェブブラウザは Google Chrome を使っています。別に強いこだわりはないですが、ブックマークやパスワードの保存共有に Google アカウントが使えて便利なので Chrome を使っています。スマホが Android だからってのもありますね。まあ Firefox でも Opera でも IE でも Edge でも好きなのを使えばいいと思います。テキストエディターは TerraPad を使っています。Windows のメモ帳ではブログのファイルをいじるのに文字コード的に不都合なのでテラパッドを使っています。いいなと思うのが元に戻すの回数、最高で1万回前まで戻せます。間違えた時でもほぼ無限に戻せるのはすごくいいです。メモ帳は数十回しか戻せませんからね。日本語入力ソフト IME は ATOC を使っています。これは有料ソフトですね。マイクロソフト IME の性能が最悪すぎるので Google 日本語入力を使っていたんですが、 Google のは長時間連続で使い続けると動作が激重になる問題が発生してやめました。最終的には ATOC に落ち着いてます。性能的には Google 日本語入力と大差ない感じですかね。値段は税込みで年間3706円です。ちょっと高いですね。オフィスソフトはマイクロソフトオフィスのサブスクリプション契約で使っていました。1年間で1万2000円くらいと高額、無職で収入が激減したこともあって解約しました。代わりに激安の互換オフィスを使っています。キングソフトの WPS オフィスです。ワード、エクセル、パワーポイントのコピーソフト3つで5880円です。僕は中古ノート PC を買った時におまけでもらえたライセンスを使っています。毎回くれるのでライセンスカード3枚も溜まっていたので使ってみることにした。そんな感じですね。基本的に Excel のパチモンしか使わないんですが、まあまあ使えます。 Microsoft Office にかなり似ているので基本的なことなら普通に使えると思います。ただ完璧に同じではないので少し難しいことをしようとすると迷います。最大の不満はグラフの大きさを変えるときに端っこをつまむと思うんですが、それがかなりシビアです。許容範囲が狭すぎてなかなかつかめないのがイラッとします。あとファイル数が多くなると動作が明らかに遅くなります。カクカクするんですよね。なので膨大なデータを処理する場合は Excel を使った方がいいです。まあ家庭用としては十分かなと思いますけどね。 YouTube の動画を作るのに使っている動画編集ソフトは Adobe Premiere Pro です。 Adobe 製品が全部使える Creative Cloud を契約しています。これがクソ高くて年間 64,540 円もします。分割払いで月々 5,378 円の支払いです。プロ用なのでしょうがないですね。安物も使ったことありますが、やりたいことができなかったり簡単操作を重視しているので複雑なことをしようとすると時間がかかったりしてイライラしました。なので一番いいやつを買えば間違いない理論でプレミアプロを契約しました。幸いにもすでに YouTube の広告収入でソフト代を賄えたので良かったですけどね。3ヶ月間使った印象としては素晴らしく使いやすいです。 Adobe 製品なので少し練習しないと全く使えないですが、慣れればすごくいいです。画面の配置は完全にフリーです。好きなところに好きな機能を配置できるし、何個も保存しておけます。テロップはいろんなパターンを保存できます。画像ファイルも一緒に保存できるのですごく便利です。しかも Adobe のクラウドサーバーに保存できるので違う PC でも同じテンプレートを共有できます。シェアが高いのでネットに大量の情報があります。 YouTube にも解説動画がたくさんあるので、難しいソフトを使う場合はみんな使っているソフトを使うに限るなって感じました。まあ高いのでおすすめはできないですけどね。 YouTube のサムネイル画像を作るのに使っているのが Adobe Photoshop CC です。当然ですが有料ソフトです。月額だと税別980円で使うことができます。僕の場合は年6万円払ってクリエイティブクラウドを契約しています。ある程度使えるようになるのが大変なソフトです。何でもできるので複雑です。初見では全く使えないレベル、ある程度勉強しないと使いこなせません。でも使えるようになればすごく便利。ちなみに僕の YouTube のサムネイルは5分くらいで作れます。すごくおすすめだけど高いですよね。
最後に 3D プリンターでパーツを作るのに使っている 3DCAD です。オートデスクの Fusion360 です。有料ソフトですが、個人利用やスタートアップ企業であれば無料で使える太っ腹なソフトです。このソフトは Photoshop 以上に使い方が難しいです。1週間くらいかけて勉強しないときついレベル。僕も全ての機能は使いこなしていません。 3D プリンターでちょっとしたものが作れる程度です。カクカクしたものは比較的簡単ですが、曲線になると極端に難しいです。僕の動画を見て 3D プリンターが欲しいなって思っている方は、一度 3DCAD を触ってみた方がいいです。 3D プリンターを買ってもモデルを作れなかったら何の意味もないですからね。長々と紹介しましたが、以上9ソフトが常用している Windows 用 PC ソフトです。もちろんその他にもドライバーや検証用のベンチマークソフトも使っています。ゲームはシティーズスカイラインを最近やってましたが、同じ作業の繰り返しで完全に飽きました。まあ、最近はそんな感じですね。あといつになるか分かりませんが、今度はパソコン周りの紹介をしたいなと思っています。前回紹介時よりかなり変化しています。話は変わりますが、 Twitter でアンケート遊びを始めました。疑問に感じたパソコン関連のアンケートを毎日しているので、ぜひ回答してください。こういうアンケートを取ってほしいってのもあれば連絡ください。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。面白くなかったらバッドボタンもよろしくお願いします。